自然界や環境問題などに関するコミュニケーション現象を対象にする研究。持続可能な社会の実現にどのようなメディアとコミュニケーションが必要かを問う分野。従来は環境ジャーナリズム、競技の環境コミュニケーションとされる環境広告や CESR 報告書、そして環境政策をめぐる言論、環境リスクに関する 科学的論及び啓蒙活動などが主な対象だった。効果研究では、個人の行動を変えるような直接的で強い効果の証明は困難とされる。例えば、意識への影響があった場合も、それが行動に移らないことが多い。その一方、NPO や市民によるキャンペーンの政治的な効果の事例もある。環境報道の研究では、 温暖化のような抽象的で展開が遅い問題はニュース性が低いと判断されトップニュースになりにくいこと記者クラブ制や取材報道現場の決まりが NPO や住民の声を取材しにくくしていることが明らかになっているまた人間動物関係メディア論では欧米メディアが人間中心主義個人主義や消費主義を再生産し強化していることに対して 世界各地の先住民メディアや日本のアニメが描く自然観の方が持続可能な社会につながるとの論法がある。環境レトリックではオゾンの穴の問題提起法やドキュメンタリーに関する研究もある。研究分野の成立では1990年代に多くの海外の学会で科学、環境、リスクをテーマにした議論が起き2000年代に研究者と 実践者の交流を促進する国際環境コミュニケーション学会が設立され、学術誌・エンバイロメンタルコミュニケーションの出版が始まった。それ以降、多くの大学で環境コミュニケーション分野の研究所や専攻の設立が続いている。日本では足尾銅山鉱毒事件や水俣病を可視化した公害報道や住民主体の講演会や情報発信などが研究され、 1990年代に環境メディア論が現れ、日本環境ジャーナリストの会が設立されるなど、研究者と実践者のネットワークが盛んになった。次の波として、東日本大震災をきっかけに、原発事故報道、環境リスクコミュニケーションや環境メディアリテラシーなど多くの研究が発表された。ただし、この分野における、 日本の学会や研究所はまだ設立されていない。2010年代からは、海外で、研究対象は多様化し、出版活動も急増した。例えば、自然環境をテーマにしたハリウッド映画や、環境 SNS を含むエコメディア、人間、動物、機械の関係の複雑化、環境差別、電子ゴミが代表する IT 時代特有の環境破壊、グリーンワッシュや、 気候変動に関する誤報、偽情報などに関する研究に社会的な注目が集まった。ありがとうございます。